おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサクサクやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今回ね、何やっていくかといったお話なんですが、まあ、今回実装したされたですね、リーベ監督、果たしてどんな感じなのと、まあ、実際にね、リーベ監督を私が、スタメンで使うというよりはこのインターナショナルカップマスターでね、このゾリーデモンシャフトどこまで活躍できるのかと、ちゃんと優勝させてくれるのかということで、実際にインターナショナルカップマスタードイツやっていきたいと思います。まだ1回も優勝していなくてね、だいぶ苦戦しているというか、ドイツあんまりガチャさんの選手がいなくてね、マスターとしては厳しいんですが、今回リュディカー、ケディラ、エジルがガチャさんの純正星5で、あとポドルスキーがいてね、あとはボクツとロームがいるような感じの 85,886 の総合値でやっていきたいと思います。まあ総合値的に見たらそんな悪くないんですけど、この総合値のね、ほとんどを叩き出しているのがボクツなんですよね。まあ戦術カウンターで一致していて、総合値9000ということで、まあ約1万5000ぐらいはボクツ一人で賄ってるくらい、ボクツに依存したフォーメーションではあるんですけれども、まあ、中を見ていくとね、ステータスはマジで使えないっていうね、残念なステータスのこのボクツなので、どこまでいけるかちょっと不安ではあるんですけれども、ちょっと今回ね、こちらでやっていって、まあ実際にね、まあいけるのかと、優勝させてくれるのかというところで期待してやっていこうかなと思います。ちなみにライトミドフィルダーがね、いないので、アミユネスではなくサネでもいいかなと思ったんですが、とりあえずガチャさんのユネスを突っ込んでおります。ってことで早速やっていきましょう。さあ、まずはアルゼンチンね。調子上げていけて、調子は上げつついきます。まあ、インターナショナルカップもね、結構皆さんコメントでもおっしゃっていたりだとか、ネットでもつぶやいていらっしゃる通りね、4年間が長い。まあ、長い。なんだ？疑似チャンピオンズリーグみたいなやつがあるじゃないですか。チャンピオンズリーグの、ね、やつ、チャンピオンズリーグっぽいやつとワールドカップっぽいやつがね、それぞれ4年に1回ずつで来るんですけど、まあね、まあ、ワールドカップなんで、まあ、予選と本戦でね、2年分使ってやってるので、特にその文句はないんですけど、やっぱ負けた時しんどいんですよね。うわ、また4年かとかね。特にインターナショナルカップマスターはまだあれなんですけど、インターナショナルカップとかになっちゃうとね、余計にちょっとしんどいというところで、今回はね、本当にこの1週間ね、特に、ツアイベが来て、このリーベ監督を取った以外にやることもなくですね、明日ようやくこれでね、アプデが来てくれて、またレジェマが来るのでね、レジェマどうでしょうね、ドイツ来そうですよね、なんとなく。今までだってオランダ染めが来た時にオランダ来てたので、オランダのレジェマ来たんでね、今回ドイツのやつが来そう。クローゼとかどうですか、レジェンドマッチクローゼ。いいんじゃないですかね。カーン、レジャマでもいいかもしれんけど、カーンも出しちゃったしな。さあ、ポドロスキー決めていく。どうしたん？ 4 点も取って急に。ちなみにこのポドロスキーはあれですね。J リーグスカウトで引いた星3ポドロスキーを、進化させて星5までやって、一段落ついたらもう彼も金コインになる要因でございます。はい。キャプテンシーと決定力。特に可もなく不可もなく別にスキルつけてるとかでもないですしね。このちゃんとスキルつけてないところがね、災いして負けちゃったらちょっとあれなんですけど、大丈夫でしょう。さあ。85,886。調子がな、悪くはないんだけどっていうような感じですね。ちょっとプレステの替えの要因が本当にないので、そこだけ気をつけてやっていきたい。コロンビアはあれですね、結果を見るで調子上げていけでいいかな。戦術不利になったらだいぶしんどいんですけど、戦術不利で強いところって言ったら、サイドアタックですよね。どこかあるかな。フランスって何でしたっけ、中央突破？オランダが確かサイドアタックですよね。さあ、エジルの1点でなんとか勝利。さあ、第2試合いきましょう。お次はどこでしょうか。はい。いやー、ドイツもね、どうなんだろうね、これね。ギュンドアンの替えがいないのがやっぱ一番ネックではあるんですが、エジル監督したいんですよね、すっごく。
で、まあ、今回のこっちのエジで使ってもいい、まあ、あのカーンね引くついででこのエジで出たらねこっちのエジルを貫突させて使っていってもいいかなと思うんですけど、なかなかライトミッドフィルダーのアタッカーってね需要がないんですよね。さあベルギーですね、6万6000の総合値なんでいける気がしますが、一応念には念を入れて調子を上げていきではなく普通に行きましょう。さあマジで国のね国旗が分かりづらい。うん、世界史だったんですけどね先行。さあおっとこれはベルギーだ。ビツェル、トルガンアザール、ビツェルからカーン、ナイスセブカーン。一応ねまあ本当にないよりはマシ程度の極小アップしてますからね、パスカットカウンターの選手たちだけですけど、本当にないよりはマシ程度ですけど。さあアザール、おっぶない、マジで押されてるな。支配率もシュート本数も分けてる上にパス成功率も著しくこちらの方が低い。大丈夫かな。さあ OK 来ていく。エジルからコセンス、ドリブルしてからギュンドアン、ここでのポドルスキー、ナイスシュート。素晴らしい1点ですね、先制点。このまま守りきりたいところではありますが大丈夫かな。おーっとここはしんどいぞ、ここ守りたいね。トルガンアザールからアルデルバイレルト、あアミンユネスの体力がないな。そうかレフトウィングの選手ライトミッドフィルダーで使用してるからあれなんですね、結構しんどいんですね。おいいんじゃないエジル、ここ決めてくれ。さあサイド出して中折り返してポドルスキー、すごいなんかふわっとしたタッチだったけど無事にシュート決まりましたね。はいってことでとりあえずベルギーは大丈夫。結構危ない試合だったかな。さあアミン・ユネスのね体力がなくなってることだけ気がかりなので、途中でサネに交代しましょう。と戦術じゃなくてなんだっけ、どれだ、キーマンじゃなくてゲームプランか、ゲームプランですね。流れを変えろでアミン・ユネスに変えて、サネ投入と。ちなみに私アミン・ユネスが誰か全く知らないんですけど、名前聞いたこともないんですけど、どなたなんでしょうね。さあさあギュンドアンさんが一貫して調子を上げていかないが、お次オランダ、戦術不利だけど総合値の差が結構あるから大丈夫かな。8万5000あったらいける気がする。いきましょう。まあ今回ちょっとリーベ監督のね、使えるか使えないかみたいなところっていうのもあるので、リーベ監督のフォーメーションコンボ発動させていきましょうと思ったら、開幕早々光エフェクト、このエフェクトやばくない、デパイやばくない今の。さあさあ大丈夫か。さあアミン・ユネス前半だけでいいから頑張ってくれ。ローム、やっぱロームすごい好きなんですよね。決めれなかったの痛い。おいいんじゃないこの位置、あダメか、くそ。おいいんじゃないこの位置、ロームですわ。皆さん、これですよ。このためにね、ロームにフリーキックスキルつけてるんですよ、私は。よく決めてくれた、マジで。この1点、だいぶでかいね。だいぶでかい1点だぞ、これは。さあさあ、ボール支配率若干負けてますが、いい時間帯に追いつけたね。こういうのも指揮に関わればいいのに。さあ、ここちゃんと決めればいけるはず。ボクツ、ボクツかわしからのデアテイリア。デアテイリア弱いよね、正直ね。あんまりって感じだよね。ギュンドアンのミドルだけど、入らないか、もう一回来る。さあ、リュディカ、ギュンドアン、エジルからのかわして前落としへの。さあね、ロングシュート。足プルプルしてるけど、ナイスシュート。よく決めてくれた。さあね。まだ若いですよね。24とかかな。バイエルン行く、バイエルン行くって言ってますけど、どうなるんでしょうね。さあ2対1で無事に勝利していけたので、おこれ本当に勝てそうじゃないこれ。勝ちたいね、だいぶ勝ちたい、ちゃんと終わらせたい。インターナショナルカップはマジで終わらせたい本当に。さあ決勝戦ブラジル、いい国が相手になりましたね。7対1を再現しましょう。さあうわみんな調子いいな、みんな調子いいな、控えまで調子いいな。リシャルリソン、フェルナンジーニョ、アラン、アランいいですよね、私アラン好きなんですよね。ブラジルって本当に優秀だな、すげえ国だな。コウチーニョトップ下ですね。さあこちらの調子は、あーまあまあ悪くないんじゃないかな。良さげ良さげ、ローマも調子いいしね。
ドームが調子いいとあのコーナーも蹴ってくれますからね。行きましょう。総合値1万勝ってるんでね、まあ、リーベ監督の腕の見せ所というところで、さあ決勝戦行きます。変わってください。マジで4年後には行きたくない。ここまず1点取ろ。ボクツーからエジル、おなんやこれ、おおだいぶ開いた。中折り返して、ダメか。いやさすがここでこれは入る前兆。うん、ナイスシュート。ムストフィですね。すごいな、よく決めたなセンターバック。今のやつまるでワールドカップのパワールのようなディフェンダーのスーパーゴール。さあこのまま勝てそうな気もする。大丈夫かな、いいんじゃないこれ、いいんじゃないか。さあポドルスキーサイド流して、ボクツデアテーリアワンタッチで落としてからのエジルのスピードシュート。うん、いい形ですね。てかすげえな、ドイツ後ろゴールキーパーと両サイドバックレジェンド選手なのか。すごいな、そうやって考えると。さあウィリアム、うん、オッケーオッケー。さああっとね、この時間で決められたくないね。まあ、2対1ではあるんだけど、2対1って意外とすぐ追いつかれちゃいそうなんで、しっかり守りたい。大丈夫かこれ、どうだ。おし、いけたね。これは大丈夫でしょう。ってことで、いや、無事に、またしても一つね、インターナショナルカップマスター、クリアすることができました。残るはポルトガルだけですね。まあ、ドイツと同じぐらい厳しいか、マスターの中では一番自信がない国になりますので、ポルトガルとドイツがね。まあ、ドイツは今回ちょっとリーベ監督のおかげで押せたんですけど、私、クリスティアーノ・ロナウドもいないんでね、ポルトガル、ちょっと苦戦しそうですが、また頑張ってやっていきたいなと思います。ってことで、いや無事にね、優勝することができました。いいんじゃないですかねリーベ監督。うん、ドイツね、後ろもレジェモの選手で揃いやすいし、まあカーンのね疑似エフェクトもかけつつっていうような感じではあるんですが、無事にいける程度にはリーベ監督いいんじゃないかなと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。